少子化問題などの解消に向け、三重県桑名市が婚活アプリの会社とタッグを組みました。桑名市が連携協定を結んだのは、婚活マッチングアプリペアーズを手掛ける会社エウレカで、今日石橋淳也 CEO が桑名市長らを訪れ協定書にサインしました。ペアーズは累計登録者数が2000万人を超える日本最大級のマッチングアプリで、今後アプリの使い方などを教えるセミナーを開いたり、アプリを通じて出会ったカップルへの割引サービスなども検討するということです。出会いたい、結婚したいと、このような希望を持つ若者のその希望に叶えることができるような、そういう社会を作ってまいりたいというふうに思っております。桑名市では年間の出生数が3年連続で1000人を下回るなど少子化傾向が進んでいます。